いやー、今日は久々の晴れですね。動物たちもね、ずっとジメジメとした小屋の中だったと思うので、久々に外に出してあげましょう。新しい称号を達成。虹をかける人、水やりのスキルが上がったってことですかね。素敵ですね、称号の名前。虹をかける人達成しました。伐採レベル、レベルアップ達成。達人の木こりでございます。ありがとうございます。達人になりました。どうも達人と呼んでください。いや、斧もね、金の斧にしたいんですけどね、お金がない。なんかジャコブを久々に見たなと思ったらさ、もうすぐ花火大会だ、花火に負けないように大声出すぜって言ってるよ。元気かよ。もうすぐ夏の風物詩、花火大会だ。思い出すな、サリーとデートした日のこと。あら、いい話するじゃん。何、この二人未だにラブラブなのかな。あ、サリーさんはそんなこと思い出してないみたいです。まあいい夫婦なんでしょうよ。もうすぐ花火大会だそうですね。美味しいものが食べられるかどうか、それだけがポイントです。ぶれないね。大好きさんはもうそのキャラでずっといてほしいね。若に会うのも久々な気がするな。花火大会か。郷里にいた頃のお祭りを思い出す。まあ若はね、和風の国にいただろうから花火大会とかやってただろうな。で、出来上がってますね。何でしたっけ、メガなんじゃら、メガボールですね。ダンゴムシだね。じゃあ、あんまアップで見たくないんでもうやめとこう。あ、ラルフさんも久々。ラルフさん全然ハートマーク上がってない。まあ、あんまりね、話しかけないんですよね、ラルフさん。ラルフさんと若はね、ちょっと住んでるとこが遠いんでね、あんまり会わないんだよな。そろそろだな、花火大会。何、新しい称号、トークマスター。いろんな人とお話ししたからかな。ありがとうございます。で、今日夏の月21はラルフさんの誕生日なんですよね。一応プレゼント持ってきております。まあ、何好きかわかんないんで、とりあえず私の好きな牡蠣をあげようかなと思います。どこ行った？あ、いた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 。じゃあ牡蠣あげましょうか。はい、どうぞ。あ、よかった。ハートマークちょこっとピンク出てきましたね。今日は誕生日なんだ、プレゼント感謝するよ、おめでとう。ちょっとね、あんまり話す機会ないけど、これからも仲良くしてくださると嬉しいです。あ、イオリ殿の家でイベントだ。レイナちゃん、このお茶不思議な味ですね。なんかレイナちゃんがさあ浴衣着てるから、ドーセツさんのね、ドーセツさんというか、まあ、この家の雰囲気とマッチしてていいですね。これはそば茶というものだ、口に合いませぬか。そんなことないですよ、香ばしくて私は好き。私も好きです、そば茶。そばは痩せた土地でも育つし、手間もかかりませぬ。私のような素人でもちゃんと収穫できるまでに育つ。どうせつさんが育てたそばなんだ。へえ。今年の収穫はまだまだ少なく、茶を入れるくらいしかできぬが、来年はこれでそばを打つ予定です。いいですね、なんかいい暮らししてんな。あ、知ってます、東洋のどこかの国のヌードルですね。まあ、ヌードルなのかそばって。さよう、よく知っておるな。かの国では老若男女皆そばを食する。私もそれに若も幼少の頃より慣れ親しんだ、いわゆるソウルフードというもの。来年には食せるはずだが、頑張って育ててね。何か気がかりなことでも。そばというのは皮ごと引くので、
色は黒くなるものだが、それでは和歌にお出しすることはできぬ。なんで？和歌に出すそばは皮を取り除き、真ん中の白いとこだけを持ち、真っ白いそばにしてお出しするのだが、和歌が黒いそばが嫌いなの。上級国民は真っ白い手間のかかるそばしか食べないってことなのかな。時折恋しくなるのですよ。石臼で皮ごと引いた十割そばが美味しいよね。十割そばは色も悪いし喉越しも悪い。しかしその味、溢れ出す野生味こそそばの醍醐味。全く剣豪にふさわしいそば。ん？剣豪だったの？ん？剣豪だったの？同説さん初めて知った。あ、いつか和歌にも十割そばを食していただきたい。だったらそうすればいいじゃないですか。ギャル、ギャルだな。しかしそんな黒いそばなど見とうない。喉越しも歯触りも最悪ではないか。和歌が言ってんのそれ。などと言われたら、この同説二度と立ち直れないかもしれませぬ。別に実際に言われたわけじゃないのね。これは同説さんの妄想の話ね。そうなんだ。すまぬ、そなたにする話でもなかった。この話は忘れてくだされ。いつか和歌と私の間で必ずや解決しましょうぞ。一方的に話してすまなかった。本日はこれにて、またいつか茶を飲みましょうぞ。意外だね。なんかレイナちゃんと同説さんっていう組み合わせが意外だけど、浴衣のおかげでそんなに違和感なかったね。まあ、実際に十割そばを和歌に出したことはないけど、まあ、同説さんが好きなものだから否定されたらショックで立ち直れないっていう話でしたね。可愛いとこあんじゃん。あ、なんか、え、なに？え、急にイベント始まりました。びっくりした。え、ないこの迫真の BGM。 あ、どうした私疲れちゃった。あ、ラルフさん、本日誕生日のラルフさんじゃん。どうした、大丈夫か。何もしてないです。ん、これは俺が仕掛けた獣ような罠だ。こんな、一応さ、山近いけどさ、街ん中にさ、獣用の罠置くんじゃないよ。何踏んじゃったの私。すまなかった。まさか人がかかるとは思ってもみなかったよ。大丈夫？この罠は小動物用のものだし、怪我はないみたいだな。なんでこんなとこに置くんですか？どうしてそんなことをしてるかって？これがレンジャーの仕事だからさ。まあ確かにラルフさん仕事レンジャーだけど、何してるかめっちゃ謎だよな。どういうこと？すぐに解いてやるからじっとしてな。 ありがとうございます。さあ罠は解いたぞ。ちょっと走ってみな。大丈夫？怪我してない？本当に街中に罠置くんじゃないよ。ちゃんと動けるようだな。それなら問題ない。すまなかったな。俺のせいでこんな目に合わせて。まあいいけど。ああ、そういうことか。この辺りに怪我をしているウサギがいてね。治療してやりたいんだが、すばしっこくて。でも、いつか保護してやりたい。まあ、気長にやるつもりさ。この辺はこうやって罠を仕掛けることもあるから気をつけてくれよな。子供たちがかかったらどうするのよ。私だったからよかったけど、子供がうっかりかかったら大変だよ。それじゃあまたな。まあ、怪我してるウサギさんをね、治療したいから、そのための罠っていうのは分かったけどさ。どうすんだよ、子供がかかったら。大変だよ。まあそれが仕事ならしょうがないけどさ。なんだろうね、レンジャーっていうのは自然保護とかそういうことも活動の一環なのかな。早く怪我してるウサギさん見つかるといいけどね。
あれ今ね、ニールにね、プレゼントをあげるために、風の湖畔に来て、まあ、ついでにね、ダンヒルさんたちにも挨拶しようかなって思って、ダンヒルさんとひなちゃんの家に来たんですけど、イベント始まりましたね。イベントラッシュだな。いや、いらっしゃい。みんなでご飯食べんの？今、みんなで食事をしているんだ。君もよかったらどうだい？いいの？一緒に入って。遠慮することはない。食事は大勢で取った方が美味しいからな。はあ、特別な場所で起こるイベントもあるんですね。という感じで、みんなでダンヒルさんの旅に同行することになったんです。それで時々こうやってみんなでご飯を食べてるんだよ。まあ、たまに食べてるの見た気がするな、そういえば。楽しそうでいいね。なんと、以前ニールくんから俺に連れ出されたという話を聞いた。これは驚いた。昔は話しかけられても、うるさい、黙れ、関わるな、と人を遠ざけ、不愛想な動物屋として客には怖がられ集まりがあればサボろうとする、そんな繊細なニールくんに繊細って言われてる旅先で自身のことを話せる友ができてるとはものすごい変化じゃないか。これ何？ニールの恋愛イベントってことかな全然変わってない気が。友達になれて嬉しい。まあ、ここは素直に友達になれて嬉しいにしとこうかな。むせてる。かわいい。むせてるニール、かわいい。お前。なんか変なこと言っちゃいましたかね、私。いや、いい。あ、変化といえば。先日、ティーナちゃんの書いた記事が大手新聞社さんの目に留まってお仕事を依頼されたそうですよ。ティーナちゃんはあれだね、始まりの大地の新聞記者の女の子だったかな、お嫁さん候補ですね。ほう、すごいじゃないか。はてなってなるわな、そら。ティーナちゃんは私の親友の女の子で、そうか、新聞配達をしながら記者として自分で記事を書いたりもしてるんです。そうだね、新聞配達もしてるんだったな。まあ、牧場には新聞届かないけどね。ティーナさんもすごいけど、アレンだってすごいんだから。いや、ここでアレンの名前が出てくるとは思わなかったな。アレンは美容師の男の子ですね。結婚じゃない、旦那さん候補の方ですね。難しい資格をたくさん持ってるイケメンのカリスマ美容師ってこの間テレビで紹介されたらしいの。イケメン、まあイケメンか、メガネ系イケメンですね。びっくりアレンさんも私たちと同じ町の住人です。ひなちゃんが続婚のお相手なんですよ。あ、そうだったっけそんな設定なんだっけ。へー、あ、すごい懐かしい名前がいっぱい出てくる。これあれだな、過去のね作品やったファンへのあれですね、サービスってことですね。ボットくんもとうとう念願のアニマルトレーナーの資格を取ったと言うし、みんな目覚ましい活躍だな。いいね、こうやってさあ前の作品のみんなが活躍している話を聞けて嬉しいよ。ブロットが、あ、ニールのニールのスマイル。あいつも新しい目標に向かって頑張ってるんだな。そうか、どうしたの。若いもんに負けていられないな。俺も何か新しいことを始めるか。農家に、コックに、花火職人。花火大会近いからね。あれだけいろいろやってて、まだやり足りねえのかよ、おっさん。何を言うんだ。
知識と経験は人生の宝だぞ。ちょっとした出来事が今後の人生を大きく左右することもある。何でもやってみなければ損というものだ。すごいね。年取るとさ、新しいことに挑むっていうのがさ難しくなってくるって言うけどさ、ダンヒルさんのエネルギーってすごいんだな。ウモチ、騙されるなよどうした？いいことを言っている風に聞こえるが、気を抜くと面倒ごとに巻き込まれるぞ。確かに、ガーデンツアーとかそういうこと？そういうことですか。ガーデニングツアーか。そんなことあったな。ここでガーデニングツアーは勘弁してほしいね。すごいいいイベント見れた。またご飯食べんの、この人たち。またご飯食べるんかい。すごいいいイベントだった。本当になんか始まりの大地やった人に対するサービスってことですよね。嬉しい。こういう話用意してたんだ。なんだ、言ってよ牧場物語。特にニールの恋愛イベントってわけじゃなさそうでしたね、結局。はい、じゃあニールくんに会話を見ついで帰りましょうか。これあれかな、赤土のオアシスと、まあまだ行ってないけど黄昏の島でもこういうイベントが多分用意されてますよね、この感じだと。楽しみ。まあ、今日はやめておこうか。今日帰ろ。黄昏の島もね、そのうち時間がねある時に行こうかなと思っております。特にホタルみたいなのはいないな。カブトムシとクワガタしかいないっぽいけど。あー、クワガタだったのかな、ホタルだと思ったやつ。クワガタみたいですね。なんだ、ホタルじゃなかったのか。今日は夏の月22日花火大会でございます。まあ、多分夜だよね。やるとしたら夜だと思いますので、まずは牧場のお仕事をやっていきましょうか。はい、じゃあせっかくね花火大会なんで浴衣で行こうかなと思います。浴衣ありましたね。この紺の浴衣とピンクの浴衣、どっちで行こうかな。まあこっちで行っか。こっちで行きましょうか。時間大丈夫かな。だいぶ余裕ぶっこいちゃったけど。あ、よかった。やってますね。マルコスさん、船の準備はバッチリだ。そろそろ出すよ。あ、頼むよ。毎年打ち上げありがとうな。あ、マルコスさんが打ち上げを担当しているみたいですね。なんてことないさ。お前の作った打ち上げ装置があればこそだよ。作ったのはナイジェルさん。すごいね、2人の共同作品だね、花火。いや、ブモチ、今年の花火もすごいぜ。楽しみだね。あ、大切な人がいるんだったら、大切な人ぜひ一緒に見るといい。いないんだよな、これが。よし、そろそろ行くか。大切な人などいない。はい、花火大会。お付き合いをしている住人に話しかけると一緒に花火を見ることができます。ナイジェルに声をかければ一人で花火を見ることもできます。悲しいけどちょっとお付き合いしている人がいないので、今年は一人で見ることになりそうですね。はい、じゃあ町の人に話しかけていこうかな。一回日中にね、あ、何？新しい称号、花火大会参加賞ありがとうございます。参加賞いただきました。一回日中にね、買い物できないかなって思って町に行ったら、そのままね行事が進んでしまいそうな感じだったんで、一回リセットして夜まで時間進めてきました。やっぱ夜の方がいいですよね、花火大会は絶対に。あ、精霊様も話しかけれんじゃん。花火は人の生き方を表しているようです。なんかの鳴き声が聞こえる。何？なんかいる？ホタルはカメラで写真撮れないのか？精霊様。
キツネだ。キツネの鳴き声か。キツネまだ写真撮ってないですよね。ゆっくり近づこう。間違った。ちょ、めっちゃボケた写真撮っちゃって。もう一回ちょっとずれたけどいいか。かわいいね。これでいこうか。こんなんメガボールでしょ。野生動物もいるみたいですね。ウサギちゃんはいないな。ラルフさんが探してるウサギちゃんはいないですね。みんなどこだ。広場の方にいるのかな。さっきね、マルコスさんとナイジェルさんのイベントシーンでも出てましたけど、月の存在感がすごいですね。満月でございます。あ、やっぱ行事中は家の中入れないんだね。そうだろうなと思ってたけど、試したことなかったですね。で、広場には誰もいない。ってことは港の方に集まってるかな。あ、いますね、いますね。わか、浴衣いい感じだね。浴衣にしといてよかったですね、服。じゃあ話しかけていきましょうか。満月と同節さん、いい組み合わせですね。この国の花火も我が郷里のものと勝るとも劣らぬ素晴らしいものだ。もう見たことあるのかな。今年が初めてじゃない感じなのかな。体の芯に響く音こそ花火の醍醐味。同節ともそう話していたところだ。まだやってないけどね。あれ、これ花火の後も同じ会話だったりする。まあいっか、とりあえず話してみよう。花火を見ていると、いろんな夏の思い出が胸の中に浮かんでは消えていくの。ちょ、うまいこと言ったな。うまいこと言いましたね。いや、ブリジットちゃんも浴衣似合ってますね。動物たち、花火の音で驚いたりしないかしら。確かにそれはある。うちの子たちは小屋に入ってるけど大丈夫かな。みんな楽しそうだし、俺は見ているだけで十分だ。さすが、できる男。できる男の感想は違うな。イチャついとるな。いや、私だってニールと見たいけどな。過去作の恋愛候補の子たちとたとえカップルになったとしても一緒に花火を見たりとかできないのかな。寂しい。この人々の喧騒を花火の爆音がかき消すんだ。たまんねえよ。ラーシュさん、おっきい音好きそうだもんね。バイクとか。こうやって花火を待っている時間ってすごく幸せだなって感じます。もうそれはさ、大好きなさ、恋人と一緒に待ってるから幸せなんじゃないの。花火はでっかくて一瞬で燃え尽きる。そこがいいんだろうな。そうですね、儚さが美しかったりしますからね、花火は。どんな花火が上がるかって姉貴は楽しそうにしてたよ。デーモン君は内心楽しみなんじゃないの。内心楽しみなんだろうな。浴衣似合ってるね。なんだかんだね、仲良しファミリーだよね、ここ。いや、ブレアちゃんの浴衣いいですね。ギャル感出てますね。マイキーいたら蚊に刺されたみたい。やんちゃ。ちゃんと虫除けスプレーしてないから。シンディ来ないな。一人で見に行っちゃうぞ。シンディちゃん来てないのかな。確かにいないかも。ちょっとまだ見てないですね。花火ってのはドーンって音が遅れて聞こえてくるだろう。この間が好きなんだ。いいですね。来るかな来るかなみたいなね、感じが待ち遠しい感じがいいですよね。はーい。最初の花火はどの方角に来るのかしら。いや、楽しみですね、花火。どんな感じになるんだろうか。いるじゃん。オルガナ、シンディちゃん。まだ会えてないだけだった。どんな花火が見れるか楽しみね。楽しみですね。うんうん。マイキー、ブレアさんと見ることにしたのかな。単純に合流できてないだけだった。ひょっとこの仮面つけてるね。いや、月とのコントラストがいい感じですね、ジャックくん。夏といえばやっぱり花火だよな。待ってるだけで心が震えてくるよ。
一人で見るのが好きなのかな、美咲さんは。いいわよね、花火。この瞬間だけは全てを忘れられるわ。美咲さん、もうお店のことで忙しいんだろうな。大変だな。ゆっくり休んでほしいけどね。仲良し兄弟。花火、父さんが船から打ち上げてるんだ。いずれは俺が引き継ぐのかな。まあそうだね。この狭い狭い集落だったらまあやるしかないよね。お父さんの後を継ぐしかないよな。僕も打ち上げの手伝いをしたいな。いい子。シンプルにいい子。二人で頑張ってほしいな。大迫力で見応えたっぷりだから見逃しちゃダメよ。はい、しかと目に焼き付けておこうかと思います。あとは